そうですね。PC で DJ をする。最初は抵抗ありました。レコードから CD に移行する時代でも少し私はスランプというか、機材が移行した時ってちょっとノリが変わっちゃうので、自分の手癖とかが通用しなくなってしまうので、ちょっと DJ が苦手になってた時期が少しあって、でもやっぱり機材の進化っていうのは私はどんどん受け入れていってるタイプなので、新しいものはどんどん勉強していきたいっていう気持ちから、割とすぐに CD に移行して、その後パソコンの方にも当然興味があって使っていったんですけれども、ただすごく便利で、できることも広がりますし、いろんな工夫もできるようになるので、私は結構好きですね、パソコンでの DJ は。はい、割と使い分けてます今でも。そうですね、プレイヤーを使うこと自体が実は初めて今回きちんと触ったんですけれども、すごくインスタントなおもちゃっぽいんじゃないかと思って 最初の第一印象はそういうものだと思ってたんですけれども、実際触ってみると、もう必要最低限のもの、機能どころか本当にいろんな機能がついてて、シーケンサーまでついてて、でロールも正確だし、まあ、もちろん Q もついてて、フィルターもすごく気持ちのいい音が鳴りますし、もうこれ1台で 足りちゃうなっていうちょっとした危機感じゃないですけれども これさえ買ってパソコンがあれば、もうほとんどのことはできてしまう。伝えようと思っている DJ の伝えたいことっていうのがこれで表現できちゃうということにすごく驚きましたね。なんかこれがちょっと感触的に足りないとか、もっとこういうことができればいいのにって思ったことがなくて、これ1台で大体もう足りちゃうっていう驚きがありました。はい、すごくつまみとかもしっかりしてて調子いいですし、あと個人的に緑色がすごく好きなので 色がかっこいいなっていう。身内に向けて DJ っていうのはすごく大切なことだと思っていて、やっぱり自分の身近な人に楽しんでもらえて、それって一番嬉しいと思うし、私も DJ やってて、やっぱ身近な人に喜んでもらえないんだったら、あまりやってる意味がないっていうふうに最近ちょっと思い出していて、その規模じゃなくて、そういうホームパーティーだったりとか、まあ、ちょっとキャンプとかそういう出先だったり、そういったところでも多分そういうシステムがコンパクトになってきてる分、選曲をしたりっていう楽しみを共有すること、そういう場面って今たくさんあると思うので、なんかそういうところで音楽を楽しむのもやっぱり立派な DJ だと思うし、クラブだけじゃないとは思います。DJ は私初めて見た時も何をやってるのかわからないし、難しそうだなと思ったんですけれども、やってみると思ったより多分簡単だなって思う方の方が多いと思います。すごく楽しんでやっていただきたいし、難しく考えず、まあ、頭でっかちにならず、音楽大好きっていう気持ちを持ち続けてれば、 DJ って絶対どんどん面白くなっていく世界なので、なんか気楽にやってほしいなと思います。